ちゃんこ鍋、ちゃんこ鍋とは、相撲部屋において、日常的に食されている鍋料理である。ちゃんことは本来、相撲部屋において、ちゃんこ版の力士が作る手料理をすべて指すが、その中でも、特に広く知られているのが、この鍋料理全般を指す、ちゃんこ鍋である。明治終盤、横綱日立山谷上門以降の相撲部屋で、鍋料理が広く取り入れられ、鍋料理は、 相撲部屋の食事の代名詞となっていった。ただし、日立山以前にも力士が鍋料理を食べることが全く、無ったわけではない。江戸時代までの力士の食生活については、記録がないため、不明である。一度に簡易かつ大量に調理できる上に、栄養のバランスが良く、材料を加熱しているために伝染病や寄生虫などの、心配も少なく、 ただし、佐渡が学部アフグ中毒事件のように素人調理が原因となる死亡事故も発生している鍋を囲むことで連帯感も生まれるため、力士の食事に適している。町の料理屋で食べられるちゃんこ鍋は引退した力士が自らの育った相撲部屋伝統の鍋料理を一般向けに提供して広まっていったのである。相撲部屋では一種類の鍋だけが食べられているわけでは、 なく、チリ鍋やソップ炊きなど様々な種類や味付けの鍋料理が作られている。それらの相撲部屋で作られる種類の鍋をまとめて、ちゃんこ鍋という。一般向けに出されているものは、寄せ鍋風が多く、魚も肉も一緒に入るものがあるが、相撲部屋で作られる鍋料理には本来は、魚と肉を一緒に入れる鍋はない。食料事情が良くなかった。 昭和40年代頃までの各界においては、会の力士たちは大抵、関取たちが食べ終えたちゃんこの残り汁と漬物だけを置かずに米の飯を書き込んでいたという。時津風部屋出身の元関脇倉館達也によると、彼の新弟子時代には、関取たちの食事が終わった後には、米の飯すら残らないありさまで、彼がせんべいを食べて空腹を紛らわせていたところ、兄弟子から、 せんべいを食べるならちゃんこを食べろと注意されたといい、当時はいかにちゃんこが重要視されていたかが伺える。なお、現在では食料事情の充実もあって、再位の新弟子であっても十分なちゃんこを口にすることができる。力士は食べることも仕事のうちや稽古のうちとされ、相撲部屋において食事の場であるちゃんこ場は稽古場の次に大事な場所とされる。 ほとんどの相撲部屋において、ちゃんこ場は稽古場の隣に存在する。各界には、ちゃんこの味が染みるという言葉があり、これは入門した新米力士が稽古に励み、精神的にも肉体的にも相撲界に馴染んできた様子を表している。力士が力をつけてくると、ちゃんこの味が染みてきたなというのが褒め言葉になっている。また、元横綱、初代。 若の花の双子山親方の口癖は、お前ら、まだちゃんこの味が染みていないなだったと言い、力士が強くなるのは稽古とちゃんこの二つだとされている。相撲部屋では、ちゃんこ町のもと、ちゃんこ版の力士が作る。ちゃんこ版は、大人数を要する部屋では三から四人の班を作っての交代制であるが、小規模の部屋では全員で作ることもある。普通は各部屋とも、 幕下以下の力士による番が務められており、稽古に支障が出ないように日替わりで担当する。また、相撲教習所を卒業したばかりの新米の部屋力士が担当することもある。幕下以下の古株の力士が長を務め、献立の決定や買い出し、調理及び給仕を取り仕切る。ちゃんこ番は自分の稽古が終わると台所に入り、関取が稽古を続けている間に調理を進める。 ちゃんこ版として、料理の腕を磨いておくと、引退や廃業した後にその腕を活かして飲食店を開業する道が開けるとされる。ちゃんこを食べる順番は、最初に、親方と来客、次に、関取集、最後に取りである。2018年のこと兼、淳也の記事によると、ちゃんこ鍋は、弟子が、きちんと食事稽古を行っているかを部屋の師匠が、見渡すのに、 合理的な食事形態であるといい、本場所中は反省会的な意味を込めて、親方が本所の職務を置いて帰ってきてから、夜の時間帯にちゃんこ鍋を食べるという。外国人力士は得てしてちゃんこに馴染めない傾向があり、初の外国人力士である元関脇高、宮山大五郎などはケチャップをかけることで、ようやく問題なく食べられるようになったという。 ブルガリア出身の元大関こと、欧州勝則も、なかなか米に対応できず、ヨーグルトやチーズをかけて食したと伝わっている。チャンコに馴染んだ、外国人力士であっても相撲の常識を覆す、食べ方をする者多く、横綱昇進後の朝昇流名徳は、自身の希望で部屋の食事に、バニュー入りチャンコを用意させたことがあり、若い種は、同じメニューを食するのに手を焼いたという。ムスリム、 イスラム教徒である、オースナアラシキンタカオに至っては、いわゆる食のタブーから、大竹部屋所属の他の力士と別メニューのもの、豚肉や、その副産物、アルコール類を含むものが一切入っていないものを、食すこともあり、断食月であるラマダンの時期には、時間帯も日没後にずらして食している。北の富士の著書によると、2016年時点の相撲部屋のちゃん子は、 学生相撲出身者が2、3年ほどちゃんこ番の仕事をかじっただけで作るのであまり美味しくないという。同じ著書で北の富士はまたイワシを皮や骨ごとすりつぶした積み入れを舌触りが悪いと言って競技の相撲部屋では食べられることがないこと、インスタントラーメンや肉ばかりがちゃんこ鍋使用されることなどを嘆いている。ちゃんこ鍋は増量を行うための料理でもあるが、 それ自体が肥満の原因になるのではない。歴史の体重が増えるのは、あくまでも空腹で稽古した後にちゃんこ鍋をスープ代わりにたらふく食べてぐ昼寝する生活が原因である。鍋自体には、野菜や、きのこ類、豆腐、肉や魚がバランスよく、入り、煮込んでいるために消化がよく、体も温まって代謝も上がる。このように、ちゃんこ鍋は料理として健康的なメニューと言える。 ちゃんこ鍋の味としては、チリ鍋風のものと、寄せ鍋風のものの2系統があるとされる。また、水炊き、チリ鍋、だし汁あるいはスープ炊き、鶏のソップ炊きなど、塩炊き、寄せ鍋系、味噌炊き、牡蠣の土手鍋などの4系統に分類されることもある。他にも煮い、砂糖と醤油で食材を煮込むと呼ばれるちゃんこもある。相撲部屋においては、 ウオ系のちゃんこ鍋では8割方がチリ鍋で、鶏のソップ炊きも相撲部屋でよく食べられる鍋料理である。元横綱、大方皇期は、ちゃんこの基本はソップ炊きだといい、鶏のソップ炊きは一例では鶏ラを煮込んで、スープを作り、鶏のもも肉と玉ねぎを入れ、醤油、砂糖、酒で甘めに味をつける。鶏肉と玉ねぎが煮えたら野菜類と油揚げなどを入れる。 相撲部屋では毎日のように鍋を食べるが日ごとに材料も変わり味付けも様々なものがあるので飽きることはないという。ちゃんこ場では野菜は手でちぎって入れ肉や魚も大まかに切りドバッと入れて豪快に作るのが相撲界ならではという。人間と同じように二本足で立つ鳥から縁起を担ぐ意味で肉は鶏が最も多く用いられている。 かつては、四つん這いイコール、手をついて、負けという連想から、牛や豚などの四足動物の肉は避けられていたが、昭和40年頃からはこれらもよく使われるようになり、現在では、このように縁起を担ぐことは、ほとんどない。明治終盤以前には、力士の食事は個々に配膳されていたが、明治42年の給料国国技官完成の頃に、 名横綱である日立山の人気で出羽の海部屋への入門者が一気に増え、個々に配膳していてはとても間に合わなくなったので、日立山により一つの鍋を皆で囲んで食べる形式が考え出された。それ以降、相撲界では鍋料理が定番として定着している。ちゃんこの語源には以下のように小説ある。力士の体型を指す用語、ソップ型はちゃんこ料理に由来する。 ちゃんこのソップ、スープを取るのに用いる鶏柄に似た、細く引き締まった体型のことである。日本のプロレス団体において、道場での練習後に供される食事も、ちゃんこと称し、主にちゃんこ鍋が供される。元関脇の力道山が、日本プロレスを設立した上、団体所属の過半数が、大相撲出身者であったことも重なり、大相撲の習慣や援語をそのままプロレスへ持ち込んだ、 とも影響しているるわれる力道山存命当時の日本プロレスでは朝食抜きで朝10時から休みなしで4時間練習を行った後15時頃にちゃんこで食事をとっている大相撲の習慣に倣い1日2食であったとされる基本的に味付けは大相撲とほぼ同様に踏襲されているが新日本プロレスやパンクラスでは具材主に鶏もも肉を湯のみで煮て 特製のタレで食す、水炊き形式で供されることが多い。特にパンクラスでは、旗揚げ当初は、金がなかったため、いかに安く大量に作れるかが大事で、あとは、肉体改造のために油を落とすことを考えることも、あり、食材となる鶏もも肉についても油身部分を除去して、使用されるという。相撲部屋と同様に当番に当たるレスラーや、練習生がちゃんこ番を務めているが、 新日本プロレスの合宿所では一時期、調理師が採用されたこともある。その後は、道場管理人である、小林国明と、当番レラが調理している。プロレス評論家の菊池隆史によれば、力道山の月き人頭であった、田中米太郎、桂浜は、ちゃんこの腕前は、日本マット海水一だったと評され、田中がちゃんこを作った際には、 力道山がわざわざ道場にやってくるほどであったという。また力プロに所属していた和田上皇は、中華料理店で一年間の修行を積んだ上で、プロ入りしており、力プロでは腰などの怪我で練習に参加できない代わりに、主にジャンコバンを務めていた。この他、キラーカーン、グレートソロク、ザグレート歌舞伎、桜田和夫、剣道長崎、米村天心などのように、 ちゃんこ版としての調理経験を活かして引退後などに飲食店を開けしたレスラーも少なからずいる。道場マッチなどのイベントにおいても選手が作ったちゃんこ鍋が観客に振る舞われたり販売されたりすることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。